7日勝負テームズ編。どうも皆様こんにちは、スロット盛り上げ店長の勝森です。ジャパンニューアルファにおきまして、毎月7のつく日のどこかで撮影している7日勝負。この番組は日テレジェニックとしてもご活躍中のグラビアアイドル7日様がPマートメンバーになるために、現役Pマートメンバーから与えられる厳しい試練や苦しい難関を乗り越える娯楽番組となっております。今回は初登場、漫画家の天草康雄様とお笑い芸人で映画の脚本も手掛ける鬼ヶ島の大河原様をお迎えして、平和様の CR 烈火の炎2バトル後半戦をお送りします。7日勝負、現在バトル開始から1時間が経過しております。どうですか？いや、何一つもう緑すらいかなくなりました。私もなんかオープニングのサプライズが一番テンションのピークで、そこから下がっていくみたいになってるから、いや、てか本当に私びっくりしたんですよね、オープニング。毎回気づかないんですよね、まあ、実は気づいてんじゃないかなって思ってたんだけど、全然気づいてなかった。全然気づかないですね、びっくりしました。やりがいがありますね、そのサプライズびっくりしすぎてびっくりできないみたいなえみたいな、えみたいな、何言ってるんだろうと。大河原さん何を歌い出したんだろう確かにいきなり歌い出して、なんか、ね、おかしかったじゃないか、誰が誕生日だっけって思いましたもん、私、まあ、確かに今回あのちょっとずれてるとね、撮影してるわかんないですよ ね、 そうなの、やらしいな。これから誕生日お祝い出したんじゃないですか。でも私去年の年越しも普通に寝て過ごしてたし、そうなんか、お誕生日も次の日多分仕事で、あ、なんか特に何もすることもなく、そうそう、まあ、普通の日だしみたいな、空いてる時間に友達とご飯食べに行くぐらいです。来たよね、タイマー来たよ、タイマー。あ、しかも70秒以上ある。この前60秒だった。あ、そうかも。こんな、え、分かんない、なんかいきなり始まったのよ。あれ、さすがに放送、これちょっと見守りましょうかね。ねえ、タイマー来たよ、タイマー。でも何にもないけど、70秒は多いはずだけど。タイマーなだけ。タイマー来ましたね。赤字が来て、でもこの森はまだ白のままですよ。そうなんです。いい感じ。これね、さっきも見たんですよ。知ってるんですよ、これ。脱退すれば。懐かしい。脱退するのか、脱退すればいいのか。いや、緑だ、ダメだ。緑のままか。当たりなんですよね、ここまで。あ、でも金人、え、私の好きな人やっと出てきた、うん、金ですね。でもね、さっきもそんなこと落ちた気がするんだよ、ね、最後プロだったからね、カットインが。もう私のその気持ちがもう、ここを放りできるはず。あ、行ったんじゃない？頑張れ。消えちゃったんだ。最後のプッシュですね。プッシュの色。赤。まあ、でも赤だったらいい。赤はいい。赤はいい。
かな。いや、まだ分かんない。これがね、この風じゃダメですよ。結局緑じゃダメなんですよ。なんか切ないね。72秒も見せられて、はい、75秒くらいだったのかな。ダメか。だからね、当たると結局私思ってなかったんです。ダメだよ、諦めたら。あ、それかな、私が当たると思ってないところが範囲。そう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 、希望を持たないとね。はいはい、緑って思ってた。諦めたら試合終了ですよ、本当に。だって緑なんだもん。ね、可愛い保留出てきたんだけど。さあ。あ、本当だ。可愛いんだけど。これは絶対変化するってやつ。お、最初から緑だ。最初から緑がちょっと熱いから。これは結構熱い。これは赤くなるかも。そう。緑になった。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと、いい。だから、いい。一番最初もこうやって熱いリーチが被りましょう。確かに。でも、緑じゃない。でも、そこからまた色がアップするかも。これで色が変化してくれればね、さらに。この緑のままは厳しいな。あ、でも白です。なんでこんな事故が起きてる。ね、ダメでしたね。せっかく可愛い男の子が緑にしてくれたのに、ね、いまいちこう熱くないところが難しいな。
始まるっていう。はい、もう子供も出てきたことあるんですよね。そうだね、はい、あ、私これね1回目にこんな感じで外れたんですよ、はいはい、おあでもこれは初めてかも。これは熱い、いける、いけ、やったよ、やったやったよ、やったー、3度目のカウントダウンにして。素晴らしい、おめでとう、やっと当たりました、よかった。俺はねもう嬉しい、俺自分のことのように嬉しい。ありがとう。だって俺押してまたプシュって言うかなって一瞬思ったから、ね、怖かった、ルルルってなった。よかった、コングラチュレーションって、おめでとう、すごい、おめでとう。で、まあ、この右打ちの大当たり中に勝利すると SD 突入なんで、はい、頑張ります。ここですよね、ここ、ここで僕ら 40% ずっと引いてるんですけど 60% なんでね、もうドラマちゃんは引いておかしくないところなんです。最後にね、うっ、これも攻撃なんで多分熱い先制攻撃は多分かなり熱いと思います。おお、攻撃できるんです、はい、大体向こうの攻撃になるパターンが多いんで、これもう大丈夫なんじゃないかな、ほぼ。これが俺の、よし、あれあれ、総裁された。そう簡単にはいかねえよって。マジ、ダメ、ちょっとね、劣化の炎ね、演出バランスがあんまり良くないっす。あの先制攻撃したらかなり勝ってほしいな。皆さんこんにちは、この番組のナビゲーター金田一まどかです。よろしくお願いします。早速ですがここでルール説明をさせていただきます。ルールはズバリ3時間のただま勝負、勝利者賞としてレンブラントホテル厚木のランチお食事券を、ただま1万5000玉以上でレンブラントホテル大分の宿泊券をプレゼント。また勝者の出玉で景品が当たるプレゼントクイズもあるわよ。詳しくは番組ホームページをご覧ください。行け！
はずなんですよ。行けよ、だいぶ流れが良くなってきたんじゃないですか。良、ね、かったです、良かったです。これで SD 入れちゃいましょう。もうこっからね、もう遠慮はいらないです。俺は姫を守る。あれ向こうの攻撃はちょっとピンチですね。ST 入るのに 40% の方法、 1,2,3,4,4 回連続 40% って、マジかー、めったにないですよ 40%4 連は。いやー、3人揃ってね、ねえ、こんな必要はな、なんでループで
80% で16ラウンド。なるほど。このスーパーバーディングボーナスが連チャンするんで、ここからのスピードは速いです。ああ。っていうかめっちゃハマってますよね。これ500回転いっちゃいますね。一番最初の当たりも速かったです。そこからね。バトルステージは神奈川県秦野市平沢にあるジャパンニューアルファテイムズ。パチンコ600台、スロット260台、そして驚きの820台の駐車が可能。国道246号秦野市堀川入口交差点を東名方面に入ってすぐ右側の場所にあるわ。の来た。これはもう暑いじゃないですか。初めてですよね。あ、しかも隣が、あ、しかも緑だし、緑。これか。これはいけでしょう。リーチにも発展するんじゃないですか。さすがに。ええ。おお。3いきます。多分これは当たると思います。さすがに。マジっすか。まあ烈火の炎2、そう言って外す。確かに。まあ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 、大丈夫っぽいですよね。大丈夫っぽい。うん。後半部分ですよね。ここからが。いけ。まあさすがにね、これは当たると思いますよ。貫け。すごい絶好調じゃないですか。最後の巻き返しやばいじゃないですか。ただこのままの4で3ラウンドだと切ないんで、ちょっとアップしてほしいですね。ランクアップで。おっ、おしゃください。よし、これで16ラウンドです。あー、すごい。スーパーバディボール。いやー、いいですね。楽しいな。急に楽しい。今のなのかちゃんの顔が。二人ももっと楽しみなよ。お怒りです。お怒りですよ。おこです。おこ、おこ、なんかね、昨日もね、おとといか、家のお湯が出なくなったりするしね。なんか最近ついてないんですよ。お湯が出なくなるって、切ないけどね。お風呂入るの違うの。違う、なん
故障で、そう故障みたいな、給湯器の故障みたいな、私何も悪くなかったんですよ、こうに来てもらって。いや、そうですよね。さっきもね、楽屋で私のカフェオレが盗まれた。そうなんか私が選んでカゴに入れたカフェオレ誰か飲んじゃったなかなかないよ、カフェオレ盗まれる。でもまあ、私とカフェオレで誰かが幸せになったらまだいいやと思って、お風呂はただただ私が困っただけだからさ。確かに切なかった。あ、なんか見て、変なの来たよ。そうすごい、なにこれ、あれ初めて見た。見たことあるな。金になった。金になった。金炎、これは当たる、これは絶対。初めて見たんですけど、炎金が、こんなのあったんですか。これはもう、これがね、2番目に熱いっていうか、この上に虎がいるんだけども、これは大チャンス。オッケー。これは絶、まあ、今までの緑と違って私がテンション下げることはこれはちょっとないですちょっとテンション上げていきましょう。だってこれさっき俺当てたの金炎ですね。金炎。お、次回予告。これはもう終わりましたよ。これはいける、ね、でもまだ信じないよそんなの信じないよ。不審になってるから何があったんだって相当今まで騙されてきますよあ、でもこの次回予告はかなりこういい。おなんか良さげ。行っちゃって、おい、もう当てちゃって、押すよ押すよ。今の焼くものがパチスロだったらもう大当たり確定みたいな確かに。あれ、ちょっと戦い出しちゃったな、大丈夫かな。ちょっと一応これは2番目に、対決リーチでは熱い。ここでこの男の子強いの。強いです。愛せる。弱くて強いの、ちっちゃくて強いのいいですね。そして多分後半に行きます。ほらね、ちょっとなんか弱くなってきたよ。弱そう。いや、わかんないわかんない。お、女の子来た。これ来てる。あ、来てる。ジョーカー。ジョーカー良さげなんですよね。援護したる。関西弁じゃん。わ、めっちゃ強そう、この人の援護。わ、すごい。重力結界プラス。お、ピッチャーないっていうの入れました。やったー、おめでとう。やったやっぱね、そういうはずですよ。多分これでもう ST も入ってジェットヒート。なんか俺もやった。お、あ、7じゃないですか。 7のリーチはもう激アツというか、激アツ当たり、ほぼ当たりじゃないですかね。で、当たったらもう16ライト確定です。うわー、確かに、ね、急にこれで ST 引けばね、そう、多分引けると思う。よし、さっきね、これに騙されてたんだけど、おーおー、うわー、すごい。またダメだったなんでやねん。もうまたか、やっぱ同じ絵が目に見えたよもう曲、もうちょっと頑張ってよ。この当たりで、お母さんはもうプラス1ですね。気持ちいい。出るとね、私が終わりそう。何回あと、 あと5回です。終わりますね、スンって終わりますね。引き戻さないですよね。あ、そこ中と確率は変わらないんで。でも女の子が出とるうちは頑張ろう。確かに。そこ見ると
ちゃんとウサギちゃんとどれがいいですか。どれがいいかな。でも当たってほしいね。受けたばっかで。せめて。当たるやって感じ。そう、でも、でもここに当たって、SD で十分ありえるんで。全部めくれる。あ、ダメでした。いや、あれ？もう一丁。お、変えてくれて。金。来た。え、これは持ってる。女の子が出てるうちは続けるって言ったのが、うん、多分響いた。頑張った。届いた。気持ちが。あ、私が好きな人。あなたがついに勝つ時が来たのかしら。今までずっと負け続けたんですよ、彼。ちょっと弱いリーチがイメージだけど。そうですよね。私もそんな気がしてます。ちょっと字も白いしね。見せ場でしたからね、はい、ではでは発表していきましょうか。はい、はい、では私から、はい、倒し、はい、6125玉、はい、回収が1107玉ということで、そのままマイナス5018。残念。なんてこんなにもマイナスになってたんですね。いつの間に。でもまあ見せ場はね、見せ場はちょいちょい、しかもラストの方でもね、こう、うん、盛り上がって素晴らしい外れ方とか何回かしましたからね。中盤ね、ちょっと中盤はちょっといいことないんだよ最近。じゃあ次、お湯が出ねえ。カフェオレは盗まれる。なんで今日買ったのにカフェオレないと、ね、そう、なかなかカフェオレ盗まれた人この人ですからね。ではでは、はい、結果をね、僕はマックスやそう、はい、8125玉、ええ、投資して、ええ、はい、なんと回収が4玉です。4玉ですよく回収したな。つまりさだまマイナス8121玉、4玉ってすごいですよね。いや4玉使いなさいよもう。いやでもやっぱ4玉でも流さないとやっぱり意味ないでしょそれ。床に落ちてますよ4玉を笑いつつ4玉に泣きますんで。そうね、確かにね、最初一番最初だけスタートダッシュかけて、あれから結局ずっとね600オーバーずっとただ人の台を説明してるだけみたいな。本当に見せ場もなかったですもんね。全然なかった。当たりそうになりなかったから。本当に確かに当たりそうみたいなのもあんまりなかったなかったんですよ。淡々と進んできましたもん、ね、いや、まあでもね、まあ一回だと、そういうことがあっても、そういう時も、まあ、僕の仕事はね、あの今日誕生日の似顔絵を描いてくることだったんで、あの時点でもクリアしてましたからね。だから僕は本当に前半戦だけ見ていただければ問題ないかと。台もいろいろ説明してくださって、まあ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 、まあ、はい、さあ、はい、最後についに来ましたよ。
いいですか、岡村さん、投資5625玉、うんうん、そして回収が8299ということで、おプラス2674玉、おめでとうございます。プラスポイントで優勝は岡村さん、ありがとうございます。すごい、初めての試み、すげえパス、でもすごいお祝いされてる。いや、良かったですわ。一番当たりはね、遅かったでしたっけ、ね、なんか、はい、全然ダメだなと思ってましたけど、だから唯一ね、うん、プラスすごい ST に入ったから、いや、良かったですわ、うん、まあ、しかも ST も引き戻しで当ててですもんね、うん、まああそこに入るかどうか戦いですね、うん、そうですね、あそこ入ればちょっと勝率がグッと上がるという、うん、すごかったもん、あそこからこんなに戻ってくるんだと思って、楽しかったですわ。1回入っちゃうと早いですもんね、うん、まあ、2400発以上がガンガン来るから、うん、あれ気持ちよかったです、やっぱ溜まってバッと出てくるのが、こっちね、こっち機能ね、いいなあれが体験できたのよかったかもしれない。でも私も最後の最後にあのストーリーのあこういうことだったんだっていうのが分かってスッとしましたよ、うん、原作もみんなで読みましょうっていうね、いい感じに勝ってたんで、よかったです。悪いやつなかったんだ、悪いやつじゃなかったんだこのおじちゃんと思って優しい、うん、よかったよかった。いやでも楽しかったな、いや楽しかったですわ、よかったですよかったです、なんといってもお誕生日ですからね、そうですね、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ね、いやいや、こんなにあの優勝した人をこんなにこうお祝いするのも初めて、本当なんですか、パンパンみたいな、パンパンって、なんか申し訳ないですね、されたことない、どうしたんですかね急にね、111回余ったんじゃない、もしかして忘れてたんじゃない、あれもしかして誕生日の時にパーってやるつもりだったのがじゃ、ね、オープニングだったんだ、気づいた今私、そうだそうだよ、ガハハじゃないでしょなんかおかしいなと思ったね、こんなクラップ走ってるみたいな、そっかいやむしろは最初のオープニングでね、そうそうそう、お誕生日おめでとうでカーってやるとうん、そうだわ、そっか、なんでクラッカーあるんだ、いいオチだわよく気づいて、ね、よく気づいて、ほんとそうだよかった、盛大にお祝いできた、まあ優勝者こんなに祝うこともない、ありがたいです、いや本当になんか来ていただいてお祝いしてもらってありがとうございました、今年もね、はい、頑張っていただいてぜひ、だって去年誕生日の収録の後に、はい、あ、そうそうね、決まったんですもんね、そう、日テレジェニックとか決まった、うん、ニュースで見て、おおすげーって言ってました、ね、嬉しい、私もニュースで見てすげーと思ってましたよ、何を見たんですか、あの記者会見、よかった、僕の先輩があのまた、はい、でも来年とかそうですね、ぜひこのコンビでまた、年に1回ね誕生日お祝いしにだ先生に賞取ってもらって、あ、そうですね、じゃあ僕が何かいい、ね、そう、1年後いいに、うん、ね、しかもね、ちょ、あ、あのね、はいはい、これで外したら何でも買ってあげるって言った、言ったそうだ、言った言っちゃったこれだけは最後、はい、約束して、はい、うん、終わらせないといけませんよ、なんかじゃあ聞いてましたからね、僕も、はい、聞いてました、俺も自信満々に当たると思ってね、そういきなりちなみに、でもこれ誕生日っていうのもありますから、はい、あの色紙はでもいやいや、あれはもう別に、ね、素晴らしかったですけど、うん、これは本当に、ここは菜々子ちゃん空気を読んで、はい、なんかアイスクリームとか言ってたじゃないですか、まあ、言ってますね、うん、そういうの抜きにしましょう抜きにするんですかガチのガチの、じゃあ去年財布落としたからお財布があら、まあ、先生わかりました、先生わかりました、じゃあ財布ですね、財布よかった、アサムのマンションとかだったら百均とかで買ってこないでくださ い, じゃあ可愛いお財布もね、可愛いお財布、可愛いお財布先生のセンスのそうですね、ぜひこれは素晴らしい、いやどうしようこれ、はい、ちゃんと後で発表してください番組で、はい、最後これでしたって、これもらいました水取りしてこれをいただきましたっつって本当にわがまま言ってで悪い顔して撮ってくるみたいなお願いしますね、はい、本当にまたよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、おめでとうございました、お誕生日、あ、本当にありがとうございました、はい、それでは最後はこのカメラに、はい、みんなでバイバイしましょう、はい、はいはい、それでは最後は7日のセクシーカットでお別れしましょう、はい、またね、バイバイ。
次回の7日勝負は初登場綾瀬桃様とテラスハウスでおなじみ地球のマントル一平様をお迎えして京楽様のパチスロテラフォーマーズバトルをお送りします。7日勝負をご覧の皆様どうも平天くんです。次回の収録はこれだ。7日勝負8月27日土曜日の収録はジャパンニューアルファテームズで楽しいバトルの収録をお送りします。ぜひ遊びに来ちゃってください。ここで番組からプレゼントクイズのお知らせよ。鬼ヶ島大河原さんの出玉で猫耳とワンピース入浴剤をゲットしました。番組ホームページまたはハガキで応募してください。よろしくお願いします。九州回転ちゃん好評配信中。えいえい。諸国漫遊新聞好評配信中。パチンコスタイル好評配信中。アメミヤのパチンコ始めました。好評配信中。孤独のスロット好評配信中。街道クルー好評配信中。ウナも出てるよ。諸国万有新聞ちくしょう。景品獲得バラエティダッシュマン好評配信中。諸国万有新聞好評配信中。若ちこ若ちこ。 VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。